ブリーダーズゴールドカップ2024、昨年3着馬とそっくりオーサムリザルトの相手決定。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証のヤグでございます。本日はですね、地方競馬特別編といたしましてですね、ブリーダーズゴールドカップ2024です。チェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目ですね、過去5年間の傾向を学ぶということでございましてですね、またまたね、5年データステップとかですね、決闘でまとめてみました。そして二つ目でございます、ブリーダーズゴールドカップ出走馬の確認ということでございましてですね、こちら中央の馬、地方の馬合わせましてですね、すべての前頭診断ね、行っております。そして3つ目でございます、ヤグのおすすめコーナーでございます。過去の傾向からね、今年のやられる馬見つけてみましょうということでございましてですね、今回も探してみました。そしてですね、前回のね、北海道スプリントカップ、本当にね、皆さんね、いろんなメッセージいただきましてですね、ありがとうございます。地方競馬ね、ヤグ本当メインで本当に中心にやってるわけではないんですけれども、なんとかね、地方馬とかでもね、いい馬いないかなってやっぱ性格上探しちゃうんですよね。なんか1万人気とか2万人気とか言われてもなんかつまんないなってなっちゃうんでね、はい、5番人気3着にね、大井の馬なんですけれども、ティントレット激走してくれました。ちょっとね、今回もね、なかなかいいんじゃないかなという感じの馬ね、探してみましたので、皆さんもね、ぜひね、ご意見いただければなと思います。そしてですね、週末のね、 JRA 中央競馬の重賞データ該当馬に関しましてですね、週末出走馬が確定いたしましたレース全数に LINE でお送りさせております。下の概要欄から1秒取っていますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。それではまずはですね、ステップ編といたしましてですね、どんなステップできているのかっていうところのね、傾向を一覧にしてみました。まず一つ目なんですけれども、関東オークス1着馬参戦なら即買いですよということでございます。はい、そして2つ目でございます。その他のパターンですと、マーキュリーカップ、ブリリアントカップ、スパーキングレディーカップですね、このあたりがうまくね、馬券に絡んできてるんじゃないかなというところが見受けられます。そしてですね、レースに関してはですね、もう JRA 組独占ということでございますですね、ちょっとやっぱりね、中央と地方のね、力差が出ちゃってるレースかなというふうに思われます。そしてこちら、ブリーダーズゴールドカップ分析その2ということでございまして、決闘編でございます。黄色く塗ったところなんですけれども、これがですね、全部ね、父か母父がサンデー系のところなんですよね。まあ、直近5年で見ますとですね、父か母父サンデー系なしはわずか3頭しかいないということでございましてですね、まあ、サンデー系がある馬に関してはですね、結構ね、重視してあげた方がいいんじゃないかなというふうに思われます。そしてですね、こちら特別編なんですけれどもね、今年はね、参戦がないんですけれども、過去10年でね、6年リピーターが馬券に絡んでいるよということでございましてですね、まあ来年とかね、またリピーターが出てくる可能性ありますのでね、おお、そうかってちょっと頭のね、片隅でも入れておいていただければ、来年以降ね、役に立つんじゃないかなというふうに思います。さあ、それではね、前頭診断ということでね、順番に見ていきたいと思うんですけれども、まずはエナハツホでございます。昨年春にはですね、3連勝で3勝クラス突破もですね、完全に底打ちかなーっていう感じがします。地方、中央と重賞はもちろんオープンでも大きく壁がある現状でございます。過去にはですね、先行していた時期もあったんですけれども、現状はね、後方待機で足を使わずという形でございますですね、まあ、なかなか構想させるのは難しいんじゃないでしょうか。8月16日、藤垣騎手が騎乗してですね、リットのコースのマダに調整しまして、20日にですね、函館のコース、23日に門別での調整という形でね、ステップを踏んできております。評価としては現状3勝クラスまでかなという感じでね、まとめさせていただきました。そしてこちら、次のプリンセスというまでございます。はい、前走はですね、門別で時計差なしの2着なんですけれども、これね、A1、A2 クラスのものでございます。現状ね、重賞となるとかなり背伸びするような状況でございますですね、2000メートルの距離に関しては問題ないとしても、能力面では壁が大きいんじゃないかなというふうに感じております。評価としては能力差が大きいよということでまとめさせていただきました。そしてこちら、サーマルソワリングというまでございます。メンバーレベル、今年ね、ちょっと高くないかなというふうに感じております。まあ、このままですね、昨年3連勝で3勝クラスを突破したんですけれども、まあ、今年はですね、総武ステークスでオープン2着するとですね、4月のね、兵庫上杯で3着って形でございます。地方交流重賞ではですね、能力が通用してますし、まあ、今回もね、他も揃ってないっていうところがございますので、抑えておいていい馬なんじゃないかなというふうに感じております。7月20日からですね、時計計測しまして、16日、23日とですね、北村雄一騎手が騎乗して調整しております。評価としては B。他がいまいちなんで、むしろ抑えてもいいんじゃないかなという感じの評価としております。そしてこちら、噂の
しぶこという今でございます。面白い名前をつけましたね、またね。はい、地方馬なんですけれども、まあ、紋別でね、ここ4戦連続で全くの競馬でございます。先行してね、失速する競馬でしたけれども、前走はね、後方からだったんですけど、これもね、特段追い込めずという形でございました。それでの9着でございますので、足も使えておらず、現状ね、期待がちょっとですね、紋別でも持てないような状況となっております。評価としては J、ちょっと見せ場すら現状ないよということでございます。そしてこちら、ポルアノーチェという馬でございます。成績自体はですね、オークルでなくという感じで安定してるんですけれども、これね、紋別でのものでございます。前走はね、オープンに参戦して4着も 0.6 秒差ということでございましてですね、まあ、中段からでも先行しても競馬ができるのは強みなんですけれども、対応力よりももっとね、こうなんか突き抜けた武器がね、欲しい現状かなと思われます。評価としては、はい、もう紋別でもちょっと壁があるよということでまとめさせていただきました。そしてこちら、メイドイットマムという馬でございます。突き抜けるほどの能力は感じないんですけれども、うまく乗られて馬券内に踏ん張れる可能性は持っているかなというふうに感じております。昨年の、ね、11月にはですね、ロジータ記念を制覇しましてですね、まあ、その後は苦しい競馬が続いてましたけれども、まあ、前走は3着にコースをしております。まあ、ただね、これでも勝ち馬とは 0.6 秒差ということでございましてですね、まあ、馬自身は走れてきてるんですけれども、そもそも壁はあるよということでございます。ちょっとね、うまく乗られたら馬券内踏ん張れるかなーっていう感じのね、ちょっとギリギリの能力って感じでございます。評価としてはし、まあ、まだ通用してもいいかなっていう感じがします。そしてこちらデリカダでございます。デビューからね、3連勝で、ね、その下した相手がですね、カフジオクタゴン、ノットゥルのペイシャエスとかいう感じでございましてですね、もう重賞馬なんですよね。それをですね、全く相手にせずにですね、連勝して、本当にね、この世代のトップに立つような馬だったんですけれども、伏流ステークス後にですね、復権炎を発症しました。これでね、1年9ヶ月の休養となりましてですね、復帰後500キロを超えてですね、かなり大きくなりまして、14着大敗。次戦はですね、絞って490キロで6着と、まあ、やや兆しを見せつつも、前走は11着という形でございました。復権前のね、走りには程遠くですね、まあ、ここでいきなりですね、ちょっと確変っていうのはね、難しいかなという感じがします。8月15日、立東半路をいっぱいに 53.1 秒しまい 12.7 秒。特段ね、変化もないかなということでございましてですね、評価としてはし、ちょっとの上げとしてね、この馬ね、本当日本のダートかで背負ってくるんじゃないかなというぐらいね、見てね、強いなと思った馬だったので、ちょっとね、屈権は非常に残念かなという感じがします。そしてこちらドライゼという馬でございます。地方ではですね、3歳児に関東オークスに出走してですね、まあ、大きく離れた5着でございました。これね、3.1 秒離されてますから、まあ、5着と言いましてもという感じでございましてですね、まあ、3.1 秒なんで、ね、1着の馬、ゴールしましたみたいな感じなんです。で結構時間があるんですよね。まあ、ただですね、その後はですね、自己条件で2着、1着とですね、順調に2勝クラスを突破。そしてですね、その後は苦戦もですね、今年やっと3勝クラスを突破しましたけれども、オープンとね、交流重賞では全く歯が立たない状況でございます。しかもですね、後方からの競馬で足を使えない現状でございましてですね、まあ、前走加えてですね、プラス23キロと、もう激太りでございます。地方転入しちゃってね、ちょっと体がもう増えすぎちゃって、プラス感はないかなという感じがします。評価としては特段変化ないよということでまとめさせていただきました。そしてこちら3号クレアという馬でございます。地方メンバーではですね、最上位と考えて良さそうな馬かなというふうに思っております。川崎でもね、結果を出してきておりましてですね、ここ2戦は紋別で2戦1勝2着1回という形でございます。前々走に関しては牝馬のオープンではあるんですけれども 0.7 秒突き放す競馬でございましてですね、まあ筋量も55キロであれば十分力は出し切れるかなというふうに感じております。舞台経験の差でね、うまく構想できればちょっとね、JRA 組にですね、まあ人気がですね、偏ると思いますので、地方の中で、まあ、人気以上に走れるとなれば面白いかなという感じがしました。評価としては B、 地方馬では最上位と考えていいんじゃないかなというふうに思っております。そしてこちら、オーサムリザルト、評価エースとさせていただきました。というか、まあ、他にいないっていうかですね、さすがに他が揃ってなさすぎる現状でございましてですね、まあ、驚異のデビューから無傷の7連勝というところなんですけれども、まあ、JRA で、ね、使わずに前走の、ね、エンプレッサーに続いて地方競馬参戦ということでございます。もう確実にね、秋に向けて賞金加算を狙っての参戦かなと思います。競馬でもね、位置を問わない万能性を持っていますし、57キロの金量以外は不安がないんじゃないかなというふうに感じております。
8日と、ね、15日に水口記事が起用しましてです、ね、15日はリットンのコースを詰めて82程度の姉妹 11.0 ですね、もう抜群の伸び力ございます。能力状態に関しては文句なしということでございましてですね、一言コメント57キロだけが本当クリアできるかなというところね、そちらでまとめさせていただきました。そしてこちらサウスビルという馬でございます。前走はね、金沢に参戦して 1.8 秒差の8着でございます。前々走も別で勝利していますけれども、こちら C4-2 というクラスでございましてですね、もうこの重賞とはクラスが全然違います。オープンではですね、全く通用していない現状でございましてですね、能力をフルに発揮しても通用するのは難しいかなと思われます。評価としては全クラスが違うよということでまとめさせていただきました。さあ行くぞ。それでは地方競馬オリジナル野牛のおすすめさあ行くぞのコーナーでございます。今回はシダーを選ばせていただきました。昨年3着のですね、カラフルキューブとね、これかなりそっくりかなという感じがしました。まあ、狙いの一つ目としてはですね、リピーターがね、良かったんですけど、リピーターがいないよということなんですけれども、これリピーター、カラフルキューブとしてね、考えることできるんじゃないかなというふうに思っております。というのはですね、まあ、昨年ね、ブレーダーズカップ、ゴールドカップで3着したカラフルキューブなんですけれども、このままね、ポプラ賞を勝利してからの構想でございました。その昨年、このポプラ賞で時計差なしの2着だったのがシダーなんですよ。で、このシダーが今年のポプラステークスを勝利したという形でございます。北海道校舎でカラフルキューブに、ね、似た成績と適性を持っております。同じように、ね、ここで走れる可能性は高いんじゃないかなというふうに感じました。そして狙いの2つ目でございます。自己ベスト更新で絶好調だよということでございます。この中間はですね、8月14日から時計計測しましてですね、最終距離は札幌ダート馬出に 67.1 秒姉妹ですね、 12.0 秒という形でございます。2週連続でですね、一般に攻めたオープンのブレイブロッカーとの合わせ馬でございましてですね、これ馬出でもきっちり先行先着という形でございまして、自己ベスト更新で抜群の内容でございました。ここへ向けてね、万全に仕上がったかなというふうに思われますので、ここはね、ちょっとね、チャンスあるんじゃないかなというふうに感じました。はい、ということでね、ヤギはちょっとこのシダ面白いかなと思ったんですけれどもね、まあなんか地方競馬とかですね、あとまあ門別とかね、あの本当地元の方とかですね、結構門別ね、めっちゃ毎日見ててですね、本当にね、詳しいぜみたいな方ね、いらっしゃると思いますので、まあ、そういう情報とかね、この馬ね、ちょっとね、買っといた方がいいんだよとかですね、地元で結構強いよとかですね、あとこのジョッキー門別でうまいんだよとかね、そういうのあればですね、ぜひね、コメント欄にいただければなと思っております。一緒にね、地方競馬なんですけれども、盛り上がっていければなと考えております。そして中央競馬のですね、最終的な外競馬データガイド版に関しましてはですね、出走は確定いたしました。レース前日に LINE にてお送りさせております。最終を受けるとかですね、まあ、ちょっとね、旧車の情報を見てですね、なんかちょっと気になるなみたいなこともですね、一緒に LINE 配信させていただいております。下の概要欄からね、1秒登録できますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外競分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう。今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。